はい、皆さんこんにちは。豊島屋月浜の湯 YouTube チャンネルです。今北茨城ではひなあかりというイベントをやっております。当館でもスタッフのひな人形を飾らせていただいております。そのうちの一人、フロントの林さんです。皆さんこんにちは。立派なですね、ひな人形を飾ってありますが、林さんはこちらはご自宅から持ってきたんですか？はい、私のひな人形はこちらなんですけど。立派ですね。自宅から持ってきました。もう記憶が小さい時に飾った記憶しかないので、去年からここに飾らせていただいて多分喜んでると思います。なかなかこういう大きいのって出すのも大変ですもんね。そうですね、準備とか小物とかがもう置き場所が全然わからないんですけれども、久々に飾っていろいろこう一人一人意味があるんだなっていうのを実感しました。なるほど。私は男性なのでこういったものは飾ったことがないんですけども、ね、でも保存状態も良くて皆さんにこう見ていただいて良かったですね。そうですね、もう30年以上経ってるんですが、はい、年齢がバレてしまいますね。あ、そうですね、まあ、そこは30年ちょっとぐらいですね、はい、ぜひ開催期間もうすぐで終わってしまいますので、近い方はご覧になってください。お待ちしております。お待ちしております。